はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと久しぶりにゲットレディーズミーを撮っていこうかなって思います。今日はですね、ちょっと美容院に行ってまいるんですけれども、結構なイメチェンをね、する予定なんです。春だしということで、ちょっとまあ春らしいカラーに、これヒントですよ帰ってきてからもね、こんな感じになりましたっていうアフターも撮ろうと思うので、お楽しみにということで、じゃあメイクしていきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ということで、じゃあまずはメイクからやっていきたいと思います。結構久しぶりですよね、ゲットレディーウィズミーは。最近はですね、まあ3月にもなって気温もどんどん暖かくなってきたと思うんですけど、個人的なお話をすると、今月の17日で私が22歳になりました。いや、もう拍手っていう感じの年齢ではないんですけど、まあでもね、また一つ大人になりました。なったかな、慣れたかなもう22かっていう、本当にもう20歳を過ぎると不遇ですよ。マッハでどんどん年が経っていくので、1年1年を充実した年にしたいなと思うところなんですが、誕生日の当日はですね、久しぶりにちょっと実家に帰省をしまして、 PCR も受けて陰性だったので、私のおばあちゃんが誕生日が一緒なんですよ、私と。だから毎年一緒に祝ってたんですけど、なかなかコロナとかもあって、去年は実家に帰ることができなかったので、私は一緒にね、誕生日を過ごしました。姪っ子が2人いて、会うたび成長してて、私姪1姪2って呼んでるんですけど姪1はもう5歳とかなので、もう結構いろいろ喋ったりとかして、すごい大幅に成長したなっていうのは、まあ、感じますけど、あんま感じなかったんですけど、やっぱり姪2は今2歳とかだから、すっごいもう会うたびに話せることが増えてるし、よりこう、なんていうんでしょう、人間らしいっていうか、リアクションとかもより人間らしくなってきて、見ててね、めちゃくちゃ面白いんですよ、ほんと。久しぶりにね、姪っ子たちにも会えて、充実した誕生日でした。結構ゆっくりできましたね。その前にもね、友達がこっちに来てくれて、サプライズお祝いしてくれて、動画も出したと思うんですけど、すごい幸せです。すごい幸せ。皆さんにもね、たくさんお祝いしていただいて、みんなコメントくれたり、DM くれたり、ストーリー上げてくれたり、本当に幸せな誕生日でした。ありがとうございます。年は取ってほしくないですけど、誕生日はマジで毎日続かないかなって思うぐらい本当に幸せですよね、その一日が。ベース終わったのでアイシャドウやろうと思うんですけど、ちょっと今日新しいやつを使いたくって、こちらなんですけど、トゥーフェイスドのトゥーフェムアイシャドウパレットってやつなんですけど、トゥーフェイスドさんにいただいてありがとうございます。これがね、25日だったかな、発売のやつで、めっちゃ可愛いんですよ。中もすごい可愛くて、使いやすいカラーとポイントになるようなカラーが結構たくさん入ってて、いろんなメイクできそうだなって思うんですけど、ちょっと今日はね、これを使いたいなって思っております。春ということもあって、ピンク系のメイクをしたいなと思ってまして、じゃあまず蝶々が描かれたこのカラー使おうかな。この色絶対可愛い気がする。うん、可愛い色。ちょっとオレンジがかってますね、このカラー。そしたら次にこのカラーを取ります。目尻側半分にのせていきます。結構このアイシャドウもしっとりしてて好きがいいですね。この飛びもしにくそうな感じのアイシャドウ、発色もめっちゃ可愛い。そしたらさっき塗ったこちらの色を筆にとって、下まぶたに入れていきます。目尻のところ。フェイスドってこういったパッケージが可愛いやつ多いですよね。パッケージが可愛いだけじゃなくて、ちゃんと発色が良かったりとか、メイクが綺麗に仕上がるようなカラーバリっていうんですかね、あったりとかでいいですよね、すごく。では気になるカラーがありまして、この色なんですけど、このラメめっちゃザックザクで可愛いんですよ。涙袋にのせてみようかなって思います。ちょっと細めの筆にとって塗っていきます。うん、可愛い。際ら辺に塗った方が可愛いかな。細めに際ら辺にのせていこう。ここにやっぱこういうキラキラ系のラメとかをのせると目がうるって見えるので、すごいメイクが可愛く見えますよね。よっしゃ、こんな感じで OK です。てか最近私ちょっと悩み事っていうかがあって、私基本的にコミュ障っていうか、結構人見知りが激しいので、初対面の人とかとうまく話せなかったりするんですけど、でもこんな私でも話せる時は話せるんですよ。相手によっても変わってくるのかなっていう風にずっと思ってたんですけど、結構自分のコンディションの問題かもと思い始めて、最近それをねすごく感じるんですよ。なんか例えば前上げた動画でも22歳の抱負をねちょっと話したんですけど、今年は新しい出会いを増やしたいみたいな感じで
言ったと思うんですけど、本当に少しずつではあるんですけど、初めて会う人だったりとかご飯行きましょうとか言って行ったりもしてて、でもなんかでも当日になりますで、行く前はなんか、あ、このお話したいなとか考えるっていうわけじゃないんですけど、こういう話聞きたいなとかっていうのを思って行くんですよ。行くんですけど、いざ会った時に自分の中で調子がいい日は結構話が弾んだりとかして聞きたかったこととかも聞けるんですけど、行く前はそうやって思っててもたまになんかね、コンディションがすっごい悪い時があって、なんかわかんないんですけど全然頭が回らなくなっちゃって、別に怒ってるとかつまんないとかそういうわけではないんですよ。本当に自分のせいなんですけど、ずっとぼーっとしちゃう時があって、あれが本当にね、私悩みなんですよね。ちょっと思ったのは、最近始まった話じゃないですけど、私は家でお仕事ができて誰とも話さずに一人で黙々と編集したりとかっていうことができちゃうから、会話する機会が本当にないんですよ、特に最近は。でも多分会話する機会がなくなって、人と会った時にめっちゃガーって喋るっていうタイプの人もいると思うんですけど、私はおそらくあんまり人と話してない期間が長すぎると会話の仕方というかコミュニケーションの取り方をね、忘れるんですよね、きっと。マジで自分でもたまに本当に終わってるなって思うんですけど、いざ人と会った時とかに全然話せないみたいな、なんか頭が回らないなみたいなっていうことがね、多いんですよね。それがすごい今悩みで、だからまあ定期的に友達と会ったりとか会話したいなって思うんですけどね。すごいコミュニケーションの取り方が上手な方とかいるじゃないですか。それがすっごい羨ましくって、みんなどうしてるんだろうって。多分そういう人たちは全然考えてないんだろう、なんか、なんて言うでしょう、考えてないって言うとちょっと語弊になっちゃうかもしれないですけど、いい意味で考えてない、その場その場で会話を広げられるんだろうなっていうので、すごく羨ましいんですよね、それが。でもなんかそういう方の話というかを聞いてると、そういう方は会話していく上であるワンポイントを拾ってそっから広げていくみたいな話をしてて、なるほどって思って。それが例えば、今日何食べたんですか、好きな食べ物何ですかとか、何でもいいんですけど、好きな食べ物お寿司ですみたいなふうに言われたとしたら、そのお寿司から、お寿司の中で一番好きなって何ですかとか、そういう感じで全然無限に喋れるみたいな感じで言ってる方がいて、なるほどと思って。今までの私だったら、お寿司が好きですって言われて、で向こうから質問されるのを待つんですよね、多分。逆に何が好きなんですかみたいな感じで言われるのを待って、アイスが好きですとか言って、あ、そうなんですね、で、もうそこで終わっちゃうんですよね、今までだったら。でもその話題からどんどん広げていくっていうことを知ってから、私もね、ちょっと実践しています、それ本当これはコミュ障あるあるだと思うんですよね。続けないとって思いすぎちゃって、何話せばいいか分かんなくなるっていう。仲いい子とかとはすごい話せるんですよ。仲いい子と何話してるんだろうっていう風に考えた時に、別にそんな特別な話あんましないなと思って。仲いいからこそすごいたわいもない話とかするじゃないですか。変に気負いすぎない方が逆に話しやすいのかなとか思ったり、それをね、最近すごい感じましたてか今私眉毛描きましたけど、美容院行く時って眉毛の色難しくないですか。カラーする時特に、今の髪の毛に合わせると仕上がった時の髪色となんかちょっと合わなさそうだなとか思ったり、仕上がる予定の髪色に合わせていくと今の髪色とちょっと合わないなってなったりしません？いつもね、そこが悩むんですよね。この眉毛の色を見てもらったらわかるかな。眉毛の色がヒントですね。まあ多分もう他の SNS とかでは上がってると思うけど、何色でしょうかちょっと久しぶりになんかこう色を変えようと思ってるので、すごいね、緊張してる。似合うかなっていうすごい不安があるんですよね、今。別に似合わなかったらまた戻せばいいかと思って挑戦してみることにします。また新しい私になる気がする。よし、じゃあリップこれ塗ります。レブロンのやつ、これなんかね、バズってて気になって買ってみたんですけど、全然落ちないみたいな感じで言われてて、私いつもあのメイベルのやつ使ってたんですけど、メイベルのやつ結構マットなので、こっちがちょっとツヤっとするタイプなので使い分けてます。ちょっと今日はピンク系でまとめております。はい、じゃあメイク完成しました。今日髪の毛は美容室行くので、このまま行こうと思うので、コーディネートを紹介します。はい、ということで今日のコーディネートはこんな感じでございます。じゃん。今日はですね、髪色が変わるのでシンプルめっていうか、あんまり色を使わないでおこうかなっていう風に思ったので、割とあの髪色でも合いそうな感じのコーディネートを意識して組んでみました。だいぶあったかいので、こういった薄着のアウターでもいいかなと思って、濃いめのブラウンのジャケットと、これ中のね、黒のトップス、まあ黒白だったら髪の毛変わってもそこまで合わないなっていう感じもないかなと思うので、無難なトップスを持ってきました。で
ニム、ゆるっとしたダボっとしたワイドなボトムと、あとね、この靴ナイキのダンクハイなんですけど、これがめっちゃ最近のお気に入りです。見てわかる通り私はね今ピンクにハマっているのでこれでなんか ZOZO でたまたま見つけたんですよ。売ってると思って人気なのであんまり買えないんですけど、これがなんか ZOZO であってマジと思って購入しました。でもなんか私的にダンクちょっとサイズ感が若干ちっちゃめな気がするんですよね。私いつも25履いてるんですけど、25センチ買ったらちょっとつま先が当たる感じがあったので 0.5 ぐらい大きくてもいいかなって思いました。なのでこれから買う方はぜひ参考にしてみてください。で、バッグはこちらのパーのブロックチェックのバッグですね。ブラウンのやつです。今日はこんな感じでございます。シンプルですね。はい、ということでこんな感じで準備完了しました。ということで今から美容室に行ってきたいと思います。じゃあまた帰ってきたらね、こんな感じになりましたっていうアフターを撮ろうと思いますのでお楽しみに。はい、ということでじゃあ行ってきます。また後で、バイバーイ。はい、ということで染めてきました。イエーイ、こんな感じにしてもらいました。どうですかね。ちょっと今回はねピンクを入れたいなと思って、アウターカラーっていうのは変えず、ブロンドだったところをピンクにしてみました。内側はね染めないでそのままいったんですけど、外側だけピンクになっております。こんな感じです。こんな感じでございます。カメラで見るとちょっと暗く見えるかな。自分でもちょっとまだ見慣れなくってすごくこう新鮮な感じがしてるんですけど、ずっとピンクヘアやってみたかったんですよ。今までピンク一回やったことあるんですけど、なんかちょっとホワイトピンクっぽい感じ、明るめのピンクみたいなのをやったことなくって、やりたいなと思ってて今回こんな感じに染めていただきました。また色落ちとかもねすると思うので、それもすごい楽しみです。ヘイリーのピンクヘアがすごい可愛くて、あんな感じにしたいなと思って、でもちょっと全頭する勇気がなかったので、ちょうど今せっかくツートーンな感じなのでやってみましたとっても春が感じられるカラーになったかなと思います。またなんかメイクとかもねちょっといろいろと研究していかないとなというふうに思うんですが、とりあえずこんな感じでいきたいと思います。はい、今回こんな感じで Get Ready With Me と髪の毛のリファースター撮ってみました。またね洋服とかもねいろいろ変わってくると思うので、このヘアでコーデ紹介とかもしていこうかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。